ストレッチャーは自立歩行や車椅子での移動が困難なものに用いられる器具である。救急車に積載されているストレッチャーにはメインストレッチャー、サブストレッチャー、スクープストレッチャーなどがある。渋滞重対応車載用ストレッチャー車載用、ストレッチャー業外のまま移動できるよう足に4つの車輪を持つ簡易ベッドのこと。救急車や患者搬送車に積載している。 車載用ストレッチャーは車両へ収納するため足が折りたためる構造になっている。病院で使用されるストレッチャーは病床から手術室などへ移動する際に用いられる。患者と一緒に点滴や酸素などを積載でき、昇降機能で高さを変えることができる構造になっている。介護、福祉用では寝たままシャワーができるものもある。 アメリカ海軍の担架スプーインボード病人や負傷者を搬送するため枠に麻布などを貼った持ち手部分を持つ器具。最も基本的な構造としては、人の身長より長い棒、またはパイプを左右に配し、その間に丈夫な布を渡して縫い付けたもの。折りたたみ式のものもある。また、傷病者の体を固定するためのベルトを備えたものもある。かつて日本では、 災害の檻など雨戸の戸板や畳を単価代わりにすることがあったが、雨戸や畳がある住宅が減少したことにより、現在ではほとんど見られなくなった。臨時用災害時などは怪我人の数などから標準的かつ有効な単価が用意できない場合がある。そのため、ボーイスカウトやガールスカウトなど団体によって簡便な単価の作り方を講習しているところもある。 いずれの場合も2本の棒に大日本帝国陸軍の単価大日本帝国陸軍の単価は43年式単価、35年式単価、釣り単価、安南単価など数種類である。いずれも組み立て式で格納、傾向、これらの他に最寄りの材料で応用、急増することもある。43年式単価は、総重量 4.3kg、床1個、長江。 横鉄、帯紐2個及び帯紐2個からなる。床は、区形のズックで、両長辺は長屋を通すために長く環状で、裏面の両端近くには、それぞれ一条の力帯があり、感謝者,者で釣るための釣り輪が、力帯の両端にある。一端に関節があり、長屋の目すらにはまる。帯紐の両端は、環状で、これに柄を通す。運搬車は、単価の両端にいて、 多い紐を肩にかけ、柄を両手で下げて搬送する。運搬は最小前後二人で可能であるが、長距離には耐えぬために四人で、ひ下げそうまたは、搬送される。四十三年式単価3三十五年式単価も、釣り単価は総重量 19.4kg、四十三年式単価の多い紐の代わりに、弾力性のある釣り金を用いたもので、 これに、鉄棒一本が付属し、両端を前後二人で担いで運搬する。この式は、非運搬者の全身を覆う日追い、息づえが付属する。釣り単価は、患者者の同様に耐え難い頭外、胸部、腹部の臓器を負傷した者、脊柱、大体の骨折などの重症者を運ぶのに用いられる。安南単価は、釣り単価に類似し、二人で肩で担う。 天幕上のひおいが伏せられる。ありがとうございます。